ラディスラフ・スタレビッチは、ポーランド系ロシア人のアニメーション作家。最初のパペットアニメーションを制作した人物であり、昆虫や動物の死骸を使って作品を作ったことでも有名である。代表作として、カメラマンの復讐などがある。メディアを再生する、カメラマンの復讐メディアを再生する、アリとキリギリス、ブラジスラフ・アレクサンドロビッチ・スタレビッチは、ポーランド人の両親のもと、 モスクワで生まれた。父親のアレクサンドル・スタレビッチは、ケダイネーに近いサーバリスキーズの母のアントニナレ・ゲスカは、カウナスの出身であり、共に、ロシア帝国の支配に対して企てられた1863年の1月放棄の失敗以来身を隠していた貴族であり、ロシア領であったリトアニアで暮らしていた。早くに母を失った、スタレビッチ少年は、カウナスで祖母に育てられ、 後にドルパッドのギムナジウムに通った。カウナスの自然史博物館のディレクターを務めていた時、スタルビッチはクワガタムシを使って映画を撮ろうとしたが、夜行性の生き物は照明をあけると死んでしまうため不可能だった。その後、エミール・コールのマッチ棒のアニメーション映画を見たスタルビッチは昆虫の足をワイヤーで置き換えることで操作可能にし、 史上初めての人形アニメーションを作り上げた。スタレービッチは1910年にモスクワに移りハンジョンコフ紹介で働き始め60本ほどの映画を制作するが、ロシア革命に際してパリに亡命する。エイビーレイヘリハウジン、トニー・ドルトン、エ c センチュリーオブモデルアニメーションフロムメイレズ・ツーアードマン、2008、ワトソン・アプチル、P44、リチャード・ヌー・パート、 フレンチアニメーションヒストリーワイリー・ブラックウェール2011 P61 ラディスラフはフランス亡命語に名乗ったものでロシア語から直接日本語表記した場合はブラディスラフが近いまた欧米圏ではステラビッチスタリバーチステルウィッチスタリバーチなどいくつかの表記があるニコラス・ルゼフィスキーザケンブリッジ・コンパニオン2モダンロシアンカルチャー ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス 2012p317 ありがとうございます。